キームルイ市の紋章、キームルイは、ロシアのトベリ州南東部にある都市、ボルガ川とキムルカ川の合流点にあり、州とトベリからの距離は東へ1 3 3トル、モスクワからは北へ2 0 0トル。人口は2002年全ロシア国勢調査で53,650人。2007年の人口は49,800人と見られる。サブヨロボ駅。 キームルイは、ボルガ川のウグリチガム湖の両岸にまたがる町である。キームルイの本来の市街地は、川の左岸で、キムルカ川が合流しており、右岸はサブヨロボという別の町であった。両岸は1980年代前半に、長さ554メートルの橋が架か,かるまでフェリーで結ばれていた。キームルイの中心には、駅はないが、対岸のサブヨロボには、ターミナル駅がある。 1900年に開通したサブヨロボ駅は1978年に電化され、現在はモスクワへの通勤電車の終点になっている。モスクワ側の終点はサブヨーロフスキー駅であり、地下鉄サブヨーロフスカヤ駅などサブヨロボの名を取った駅名などが付けられている。サブヨロボからはウグリチア、カリアジンやルイビンスクなどボルガ川沿いの町へも鉄道が走っているが、 これらの路線は、非電化のままである。最寄りの都市は、1 7トル南西にある、モスクワ州北端の物理学研究都市、ドゥブナと1 8トル南東にある、モスクワ州タルドム。キーム類の気候は、大陸性気候で、モスクワの気候と似通っている。冬は乾燥式温は、マイナス10度からマイナス20度となり、夏は20度から25度に達する。 年平均降水量は6 0 0、mm、トルから6 5 0ト、mm、ル。キー・イムルイのボルガ川に架かる橋。2008年発行のロシアの切手よりキー・イムルイの劇場、キー・イムルイは1546年の記録に初出する。当時はボルガ砂岩にある靴製造と漁業と交易の村であった。キー・イムルイの紋章や旗には今もボルガ川を行く小舟の他に靴の絵が描かれている。 20世紀までは、キームラと呼ばれたが、この地名及びキムルカ川の名はおそらくかつて、ボルガ上流に多く住んでいたフィンゴルゴ派の言葉に、由来すると考えられる。16世紀から17世紀、キームルイには、サルティコフ家、スカブロンスキム家、サモイロフケなどの貴族の屋敷が並び、その領地となっていた。19世紀半ばに、ようやく貴族の所有地から国有に移された。 18世紀には靴製造業はますます発展し、ロシアの靴産業の中心地となった。ソビエート連邦時代には赤い星工場のブーツなどが有名だった。キー・ムルイの対岸にはサブヨロボの村があり、モスクワと鉄道でつながった1900年以降町として発展し始めた。キー・ムルイは1917年に死となり、1935年にモスクワ州から、 トベリ州へと移管された。キームルイは、ソビート連邦時代の、サッカーアレクサンドル・アレクサンドロビチ・ファデエフの記事でも、ある。キームルイ市街キームルイは、現在も靴製造が盛んだが、その他には、繊維工場、製材工場、機械工場などがある。また、周囲の魅力的な農村での観光も、重要な産業になり始めている。キームルイの市内には、今も、 木造の建物や19世紀から20世紀初頭に建てられた商家などが残る。20世紀前半にはアール・ヌーボー様式の木造の邸宅が増えるが、商人らにより建てられた。商店制度や旧聖主権栄大制度もこの時代の代表的な建物である。ありがとうございます。